こんにちは、パーソナルトレーニングスタジオプリマ代表のさきです。今回は硬い人でも2週間で股関節がほぐれる10分でできる股関節ストレッチをやっていきます。体が硬い人でも股関節周りの筋肉を柔らかくできるストレッチになっているので、寝る前に10分間行うだけで硬い股関節をしっかりほぐすことができます。動画を見ながら私と一緒に動いてみてくださいね。それでは始めましょう。それではまずはもも裏のマッサージからやっていきます。片足の膝を曲げて足を前に出します。ももの裏を両手で押しながら少しずつ位置を変えてマッサージしていきます。少し揺するようにして横に動かしていきましょう。もも裏も真ん中や外側や内側と少しずらすことで筋肉別の筋肉をほぐすことができるので、少しずつ位置をずらして硬くなっているところを重点的にほぐすようにしてみてください。はい、では足を変えていきましょう。では反対ももも裏をほぐしていきます。両手4本の指でももの裏を触りながらほぐしていきましょう。はい、では順番にほぐしていきます。内側や外側に少しずつ位置を変えていきます。硬くなっているところはしっかりとほぐしていきましょう。人によってちょっと硬くなっている場所が違うので、ご自身の硬くなっているところを見つけていただいて重点的にほぐしていきます。まずはストレッチが行いやすいように血行を良くしていきます。あと少しです。はい、バッチリです。では両足を前に出していきます。両手は後ろについていきましょう。股関節周りの硬くなった筋肉をほぐしていきます。両足の膝を同じ方向にゆっくりと倒していきます。速いスピードで行わずにゆっくりと丁寧に行ってください。深呼吸しながら気持ちよくほぐしていきます。両方のお尻の骨は床からなるべく浮かないように気をつけていきます。両方のお尻を床にしっかりつけたまま股関節を動かしていきましょう。硬くなっている方は初めは動きにくいと感じるかもしれません。少しずつ柔らかくなっていきます。はい、バッチリです。では膝を曲げて座っていきます。この体勢、背中が伸ばしにくいという方もいらっしゃると思うんですが、多少丸くなってしまっても大丈夫です。では後ろに片手をついたら反対の手で膝を押さえて、このまま膝を床の方にぐーっと近づけながらおへその向きを反対に変えていきます。手でぐっと膝を押すようにして背中をできるだけこう上に伸ばすようなイメージで行っていきます。背骨を上に天井の方に引っ張るようなイメージです。深呼吸していきましょう。反対の足の膝が浮いてきてしまっても問題ないです。あと少しです。はい、それでは反対に変えましょう。はい、では反対の膝を押すようにして反対の手はしっかりと床についていきます。ではこのままおへその向きを変えて深呼吸していきましょう。押さえている足の内ももを気持ちよく伸ばしていきます。背中はできるだけで大丈夫なので伸ばしていきます。深呼吸して体をほぐしながら伸ばしていきましょう。少し続けていきます。
はい、それでは片足の膝を曲げた状態にして片足を後ろにこう伸ばしていきます。でこのストレッチ難しい方はお尻をこう浮かせたままでも大丈夫です。浮かせたところから少しずつお尻を近づけるようにしていきます。 できる方はお尻を床につけていきましょう。体を無理に反る必要はないので、自然な状態で保っておきましょう。足の付け根の前側と前の足のお尻をしっかりと伸ばしていきます。しっかり深呼吸していきます。いいですね。あと少しです、はい、今反対に変えましょう、はい、では今度反対の足を前に曲げて後ろの足は膝をできるだけ伸ばしていきます。一度少しお尻を持ち上げてからお尻を床にゆっくりと近づけていきます。できる範囲で大丈夫です。あとは気持ちよく深呼吸していきましょう。このストレッチは腰痛予防や骨盤を正しい位置に持っていき姿勢を改善するのにも効果的なストレッチになっています。お尻は無理につけなくても大丈夫なので難しい方は浮かせた状態であと少し続けていきましょう。はい、では次仰向けで行っていきます。ではこのまま片足を反対の足に乗せていきましょう。膝を曲げた状態で横に向けます。両手を横に置いてこのまま反対に向かって膝をゆっくり倒していきます。できるところで大丈夫なのでキープしていきます。お尻の筋肉や腰の筋肉あとは下の足のももの前側や外側の筋肉を気持ちよく伸ばしていきます。今回のストレッチは股関節の前や横後ろについているいろんな筋肉を一度に伸ばすことができます。体の力を抜いてリラックスしていきましょう。はい、それでは反対の足に変えます。では反対に倒していきます。キープしていきます、今回のストレッチは普段伸ばさないところをしっかりと伸ばしていくので、ちょっと最初は痛いなと感じる方もいるかもしれませんが、気持ちいいと感じるところでご自分のペースで大丈夫なのでやってみてください。あと少し続けていきましょう。両膝を曲げた状態で片足を上に持ち上げていきます。ももの裏を両手で持っていきましょう。膝はできるだけ伸ばしますが、向かっていても大丈夫です。できる範囲で伸ばしていきます。じゃあこのまま膝をぐーっと伸ばしながら自分の体の方に近づけていきます。できる方は膝をなるべく伸ばした状態で自分の体の方に近づけていきます。足を近づけるときにお腹から息を吐いていきましょう。背中はできるだけ丸めないようにしていきます。
では反対の足も同じようにストレッチしていきましょう。では片足をももの後ろを持っていきます。では自分の体の方に近づけていきます。このストレッチ、呼吸がとっても大事になるので、足を近づけるときに、体の力を抜くようにふーっと息を吐いていきましょう。早く行うのではなくてゆっくりで大丈夫です。もも裏が伸びてるなというところで気持ちよく行っていきましょう。あと少しです。では足を揃えて膝を外向きに開いていきます。ここからお尻を持ち上げていくので、では床にしっかりと置いていきましょう。ではお尻をゆっくりぐーっと持ち上げていきます。たくさん持ち上がらなくても大丈夫です。お尻の筋肉を使っていくことで股関節をしっかりとほぐすことができます。お尻を意識しながらゆっくり丁寧に行っていきましょう。いいですね。あと少しです。呼吸忘れないでくださいね。ポカポカしてきたと思います。では最後は股関節を開いた状態でストレッチをしていきましょう。股関節が初めに比べてちょっと開きやすくなったなとか柔らかくなったなと感じる方もいらっしゃるかなと思います。あとは力を抜いて何も考えずにリラックスして股関節を緩めていきましょう。股関節、疲れが溜まりやすい部分なので、一日の溜まった疲れをケアしていきます。深呼吸を続けます。皆さんお疲れ様でした。今回のストレッチは股関節が柔らかくなるだけではなくて1日の疲労回復だったり腰痛予防にも効果的なので、ぜひ毎日のセルフケアとして続けていただけたらと思います。まずは2週間毎日続けてみてください。コメント欄はぜひ記録用としても気軽に使ってくださいね。 LINE 公式ではバレリーナのような体型を作るエクササイズのルーティンプログラムの動画と資料をプレゼントしているので、概要欄の LINE からお友達追加して受け取ってください。私のチャンネルではこれからも心も体も心地よくしなやかに美しくなれるエクササイズや食について配信していくので、これなら一緒に頑張れそうという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。